市領一は、群馬県高崎市出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属。高崎市立北小学校では、少年野球チームには所属せず、ソフトボール少年であった。高崎市立、第一中学校入学後に、軟式野球をはじめ、主に保守、外野手としてプレーしたが、内野を守ることもあった。中学3年では、同校が平成4年に、 全国準優勝した時以来の県大会出場を果たした。群馬県立春名高等学校時代は1年次から三類種のレギュラーに定着。2年次の秋から首相となり遊撃種となる。3年次の夏は群馬大会4回戦で敗退。高校時代は投類をしていなかった。高校からの卒業後に上部大学へ進学すると、 関子新学生野球連盟に加盟している公式野球部へ入部。3年時の周期リーグ戦では打率394と最高出塁率という高成績によって MVP とベストナインを受賞した。クリーンナップの一角を任された4年時の2009年には春季リーグ戦で首位打者、最多本塁打、最多打点のタイトルを獲得。夏には 大学日本代表候補教科合宿にも招集された。チームの周期リーグ優勝を経て出場した第40回、明治神宮野球大会では、4番打者として、チームの準優勝に貢献したものの、大会後の NPB ドラフト会議では、どの球団からも指名されなかった。大学卒業後の2010年に、東芝へ入社すると、1年目からレギュラーに定着。 第81回都市対抗野球大会では、1番、遊撃手として打率。391を記録し、同チームの優勝に貢献。新人王にあたる弱視師匠を受賞した。2年目の2011年は、第39回アイブフワールドカップメンバーに選ばれるが第1ラウンド敗退。連覇のかかった第82回都市対抗野球大会では、10月27日に、 日本生命との2回戦で逆転負け。自身も、海田智之の前に3打数無安打と抑え込まれた。試合終了から数時間後に開かれた NPB ドラフト会議で、オリックス・バファーローズから1巡目で指名。高橋周平への指名重複による抽選で、独占交渉権を逃した末の再指名だったが、本人はドームから宿舎に戻るバスの中で、チームメートから指名を知らされたという。 背番号は、東芝時代と同じ3。2012年、春季キャンプで右手親指付け根を骨折した影響で、開幕を二軍で迎えた。5月10日に一軍昇格を果たすも、打撃不振とウイルス性胃腸炎で二軍落ち、二度目の昇格後の7月7日の対、千葉ロッテマリーンズ戦でようやくプロイル初打点、初安打を記録した。その後も、腰痛を抱える大引き刑事に代わって、 遊劇手として先発出場することもあったが、守っては自身の悪送球から失点を招いたり、走塁では一塁への気類の際に二塁ベースを踏み忘れアウトになるなどミスが目立ち、9月17日に二軍降格。9月30日に一軍へ再び昇格すると終盤戦で活躍した。10月7日の対埼玉西部ライオンズ戦で初の猛打賞。 翌8日の福岡ソフトバンクホークス戦での敵自打でシーズン最終打点を記録した。この年は同期入団の川端隆志がシーズンを通じて1軍で活躍したが、足立自身は1軍公式戦で50試合の出場で打率1594打点と低調。ウエスタンリーグの公式戦では34試合の出場で打率269 に本塁打11打点を記録した。2013年、森脇工事監督の方針で、春季キャンプから積極的に起用された末に、2番、遊撃手として、スタメンで、レギュラーシーズンを1軍でスタート。4月5日の西武戦では、岸高行から1軍公式戦初本塁打を打った。シーズン序盤から中盤までは、山本和作と併用されたが、夏場から、 声優劇種に定着。レギュラーシーズン全体では13、131試合の出場で打率、235、5本類打、糸井義雄に、次区チーム2位の16盗塁を記録した。2014年、一軍公式1143試合に出場すると、共に、チームのパシフィックリーグ優勝を争いに貢献。リーグ5位の29盗塁を記録した。二千十五年、 一軍公式戦139試合の出場で自己最多の11本類が55打点を記録。一軍選手の戦線離脱が相次いだチーム状況の下で一軍公式戦への出場試合数が2年続けてチームトップに達したが盗塁数は16、打率は239にとどまった。2016年自主トレーニング期間中の1月23日に 海洋性大腸炎で緊急入院。春季キャンプ期間中の2月10日に退院した後は、キャンプに交流せず、単独でリハビリに専念した。公式戦開幕直後の4月上旬には、ウエスタンリーグのデーゲームで、フル出場が可能になるまでに体調が回復。同月12日には、シーズン初の出場選手登録を経て、日本ハムとのナイトゲームに、 スタメンで一軍復帰を果たした。復帰後は、前年に続いて、声優劇種に定着するとともに、一軍公式戦118試合の出場でプロ入り後、自己最高の打率、273を記録。22試合へ出場した7月には、月間通算の安打数と打率が、いずれもパリーグで最高だったことから、自身初のリーグ月間 MVP を受賞した。2017年、 2年ぶりに公式戦を一軍でスタート。一時は3番、遊撃手に固定されたが、5月第2週終了時点でリーグ規定打席到達者の最低打率を記録するなど、打撃面で不振を極めた。遊撃守備中の打球処理に支障を置きたすほどの体調不良も重なったため、5月中旬には一時、出場選手登録を抹消された。その後再び1軍に昇格し、 三番、遊劇手で出場した六月二日の対巨人戦では、決勝本塁打を含む四安打の活躍で、ヒーローインタビューを受けている。一軍公式戦には、通算で百九試合へ出場。打率は、二百三ながら、前年一本だった、本塁打は三本にまで増えた。一番、遊劇手に起用された九月二十日の対楽天戦では、シーズン二度目の猛打賞などで攻守にわたって、 チームの勝利に貢献したことから、試合後にヒーローインタビューを受けている。しかし、この試合の1週間後に、海洋性大腸炎が再燃していることが、病院の検査で判明。再び登録を抹消されると、シーズン最終盤の10月2日まで入院した。2018年、一軍公式戦の開幕から戦線を離脱する、ことなく、声優劇士として140試合に出場。 主にい打線を担いながら、チームトップの20盗塁を記録したが、打率は219にとどまった。しかし、守備面で高い評価を得たことなどから、オールスターゲームのパリーグのプラスワン投票で2位に選ばれた。1位の大田康氏示すが故障で出場を辞退したため、大田の補充選手として、7月13日に、京セラドーム大阪で模様された第一戦に、9番。 遊撃手としてスタメンで初出場。2回裏の第一打席で初安打と初盗塁を決めると遊撃の守備でもジャンピングキャッチなどのファインプレーを披露した。シーズン終了後には球団との間で翌2019年からの3年契約を締結。契約公開後の記者会見では病気を抱えて迷惑をかけたので複数年はありがたいという表現で 早ければ同年中に取得予定の国内 f a 権を行使せずにチームへ残留する意向を示した。2019年一軍公式戦の開幕から9番遊撃手としてスタメンに起用されたが開幕後試合を終えた時点で8打数無安打3失策と不振を極めたため4月4日に出場選手登録を抹消。さらに野球生活では初めて という左太もも裏の肉離れを抹消中に発症したため、1ヶ月にわたって戦線を離脱した。聖波交流戦終盤の6月14日から1軍に復帰。抹消中には大城浩二が聖遊撃手へ定着していたが、1軍の肖像類種が定まっていないというチーム事情を踏まえて復帰後は主に三類を守っていた。 6月23日の対広島戦10回表の打席では小田祐也に続いて3塁打を記録。後続打者の後藤俊夫都しと福田周平も3塁打を打ったことから公式戦では日本プロ野球史上2回目の1イニングチーム43塁打を達成した。8月には月間打率292を記録したほか6日の対 日本ハム戦で一軍公式戦434日ぶりの本塁打を打つなど好調をキープ。同月の中旬から体調を崩した影響で、9月にも一時戦線を離脱したため、一軍公式戦への出場は56試合にとどまった。この年で3年契約の1年目を終えたが、シーズン終了後に現状維持という条件で契約を公開。2020年、 感知が難しい海洋性大腸炎の影響で体調が安定しない状況が続いていることから首脳陣と話し合った末にこの年からレギュラーシーズン中は週に2日を休養に当てる方針を決定この方針によって78試合にしか出場せずパシフィックリーグの最終規定打席にも到達しなかったものの自己最高の通算打率289日本塁が 23打点、15盗塁を記録した。この年で3年契約の2年目を終えたが、シーズン終了後に前年と同じ条件で契約を公開。2021年、横浜 DNA ベイスターズとのオープン戦を控えていた3月5日に、体調不良から PCR 検査を受診したところ、新型コロナウイルスへ感染していることが判明。所定期間の隔離。 PCR 再検査での陰性判定、ウエスタンリーグ公式戦5試合への調整出場などを経て、レギュラーシーズン開幕直後の3月30日から一軍へ再び合流した。もっとも、足立の戦線離脱を受けて、首脳陣が高卒2年目の呉林光太郎を生有劇主候補として一軍で育てる方針を立てたことから、再合流後は前述の方針に沿った大城。 クレバヤシなどとの併用を経て、5月から主に二類種として、スタメンに起用。2番、二類種として、スタメンに名を連ねた6月2日の対、阪神タイガー,アース戦で、一軍公式戦、通算戦試合出場を達成した。オリックスへの入団10年目に、一軍公式戦、通算戦試合出場を達成。NPB 史上511人目の達成だが、 入団5年目の春季キャンプ前に海洋性大腸炎が判明してから達成までの間に出場した試合数は537試合で全体の過半数を占めている。オリックス入団後のインタビューで周囲の人からは幅を広げた方が良いと言われるが自分は野球を長く続けたいというよりショートを守りたいという思いが強い。 ショートを守れなくなったらもう引退しようかなと思っていると語るほど、遊撃種というポジションへのこだわりが強く、堅実かつ大胆なプレーと守備力の高さに定評がある。ザーは2015年に遊撃種として29.0を記録。海洋性大腸炎を発症した2016年以降のシーズンも14.8、11.6、9.4と高い水準で推移している。 2019年の公式戦では、大城が声優遊劇手を務めていた関係で、三塁の守備につく、機会も多かった。2020年に、声優遊劇手へ復帰したものの、本人曰く、打球への反応が以前より遅れるようになったとのことで、2021年には、主に二塁手として起用されている。右打席から、左方向へと長打を打つなどの意外性が魅力だが、 海洋性大腸炎を発症した2016年シーズンを境に、長打率が323、278、277と低下。また、以前はアイセドの値が比較的高かったが、2016年頃からは早打ちの傾向が見られる。オリックスでは足立が入団してからの1、軍公式戦で1アンダ封カンプー負けを4回、喫しているが、足立は、 いずれの試合でもチーム唯一のアンダを打っている。愛称はアダッチャン、アダッチなど。2014年1月18日に一般女性と結婚した。その一方で同年9月12日には自身と同じ群馬県出身のチームメイトと共に同県から群馬観光特使を移植。2016年1月31日で人気を満了するまで務め上げた。 2021年からは、レギュラーシーズンにおける一軍公式戦での出場時愛数に1万円を乗じた金額を、シーズンが終わるたびに、日本炎症成長疾患協会へ寄付する。自身が2016年から海洋性大腸炎の影響で、免疫力の低下や腹板の頻繁な発症などに見舞われていることを踏まえて、同じ病気と戦う子どもたちのために、同協会が実施する、 子供キャンプへの寄付を決意。寄付額の算定ベースを出場時愛数へ置いたことについては自分と同じ病気の子供たちが野球を頑張っている自分の姿を見て少しでも励みにしてもらいたいという願いが自分のモチベーションにもつながると説明している。映画、ありがとうございます。